どうもこんにちは、ハヤトです。ポケモン対戦やっていきます。お相手カズミルさん、対戦よろしくお願いします。お相手はエルレイド海流サーフ号鉄の毒がパオジアンヘイラッシャー。なるほど、よく見るやつら。エルレイドね、切れ味もらって超強化されました。未だに彼の倒し方が分かりません。今回はイユイが全体的に通りが良さそうなので、イユイを裏に置いてやりたいことはポットです。ポットです。イユイ最後は誰だ。最強の海流で締めくくっていきましょう。はい、それではカズミルさん、対戦よろしくお願いします。おいて、おしゃれだ。カズミさん初手は鉄の毒が。なるほどなるほど、薄な字で S が上がる。打倒。さあここはカラーを破っていきましょう。毒ビシ、カラーを破る。もしかしてこれは2かな。包みに先制技はないはず。最強ポットです。爆弾。引っ込める。そうじゃん。なるほど、それはそうだ。確かに足場も効かないし。これはもしや格闘テラスの出番なのではないでしょうか。格闘テラスギガドレインで運よく助けを回復させよう。B が下がる。そして S が上がる。ポージャンのタスキ、ポージャンタスキじゃない。ラッキー。これはもう止まらないのでは。こうやって先制技持ちは誰がいた。あ、海流の神速が刺さる。しかし海流は選ばれたのはあやたかでした。どうなんだ、海流はいるのか。海流だけはやめてくれ、頼む。何でも言うこと聞くから。いなそう、どうやらいなそう。これは勝ってそう。さあ上から足っぱで粉砕していく。楽しい、楽しいぞ。ボットです。サーフゴー、ゴーから、あ、やばい、打点がない。違う、最強アシストパワーで。よし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 、対戦ありがとうございました。ハヤトチャンネル。はい、対戦相手が見つかりました。お相手シンさん、対戦よろしくお願いします。お相手マスカーニャ、ルカリオ、羽ばたく神、パオジアン、ゲンガー、ガブリアス。ガブガブ。なるほど、マスカーニャが不意打ちを持っていて、ルカリオがバレパンを持っていそうなので、お、初手海流、飛行テラバで破壊する。残りは
アマガとママンボウをくるくるでどうにかなるかな、ならないかな、なるのかな、ならなそうだな、ならなそうなので全体的に通りのいいこの夜猿で、この夜猿、この夜猿、この夜猿で詰めていきたいと思います。それでは2回戦目、シンさん対戦よろしくお願いします。さあ初手はマスカーニャ、初手はマスカーニャ、違います、ゲンガーです。うん、ザオ海流眠らしに来たな。だがしかし引かぬ媚びぬ帰り見ぬ、よしよしよし、助けだ助けだ、到達、オッケー。ここは一旦この夜猿に引いて、飛行テラステラバーストの時まで待ってもらいましょう。最初でこのようだね。こちらは眠らない。これって当たってた時だけ出るのかな、この時。とりあえず眠らないことが確定してるから出しといてみたって感じかな。ここノーマルテラスありだな。相手シャドボだろ。いや素直に奮闘の拳でマジカルシャリ。なるほど、そんなのもあるのか。ふんどし、レッツゴー。いやーいいね、このやつ眠らないって偉いよね。巨獣王といい、ターフ号といい、そう簡単にはこの環境状態異常入れられません。さあ来た、羽ばたく神、こいつは無理だ。大活性で素早さが高まる。ここはこの夜猿お役御免かな。フンドの拳、素直に、うん、やむなし。よく頑張ったこの夜猿。さあ飛行寺場会議を出てくるよ、お前の力を。さあ頼む、ランス、ランス、高ランス引ければ引っ込める。まえたルカリオ、何しに来た君は、君は一体何をしに来た。風船、あ、なるほどね、地震読みね。現代の怪獣は飛行テラスなのです。風船対決、世界流テラバースト。よし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 、いいダメージ、風船は割れます。いける、参る、今がチャンス。バレパン、とりあえず剥がしに来た。いいの、参る、怖いものなんてもう何もない。もしかしてもう一枚許される。それはもう一枚決まればほぼ勝ち。頼むぜ、やめてよ雷パンチとか。引っ込める、であればこちらの勝ちなのでは。カバカミ、 S はもう超えてます。さあ2枚で上からテラバースト叩き込める。決めてくれ海流、我が友よ。すごいぞ、かっこいいぞ、いけ、決まった。二枚海流は誰にも止められない。さあこれでルカリオが電気テラス雷パンチ、テラバースト、
そんなルカリオは存在しないのだ。対戦ありがとうございました。よっしゃ、よいしょ。さあ、シンさん、対戦ありがとうございました。